シビル・ロリーナ・バウアーはアメリカの競泳選手、オリンピック金メダリストであり、世界記録を保持していたこともある。1924年のパリオリンピックにアメリカ代表で出場し、100メートル背泳ぎで金メダルを獲得した。イリノイ州シカゴ生まれ、親はノルウェー人の移民であった。シカゴのシュルツ高等学校を卒業し、その後はイリノイ州エバンストンにある、 ノースウェスタン大学に入学した。1921年から1926年にかけて主に背泳ぎにおいて23回女子競泳の世界記録を打ち立てた。1922年にバミューダで行われた大会では440ヤード背泳ぎを6分24秒8で泳ぎ、当時の記録を約4秒塗り替えた。また、これにより、 男子の記録を抜かした初の女性となった。しかし、非公式な大会で出されたものだったため、記録も非公式なものとなってしまった。1924年のパリオリンピックにアメリカ代表で出場し、女子100メートル背泳ぎで金メダルを獲得した。2位のフィリス・ハーディングに4秒以上差をつける1分23秒2でゴールした。あとに、 テレビで司会者として活躍するエド・サリバンと婚約していたが、大学4年生であった23歳の時に、ガンのため亡くなった。1967年に栄誉ある選手として国際水泳連道入りした。シカゴのマウントオリーブ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。